いよいよ僕の主演ドラマ、課長バカ一代が始まります。物語は老舗家電メーカー、松島電器のビジネスマンたちのビジネスとビジネス以外の物語です。僕が演じるのは商品開発企画課の係長、八神和彦です。そんな八神がある日突然昇進します。その肩書きは課長補佐代理心得ということですね。果たして八神にはどんな試練が待ち受けているのでしょうか。課長バカ一代、ギャグ漫画界の鬼才、野中英二の衝撃作。課長補佐代理心前田仁と申します。課長最低次が試作型ロボット松島1号です。歌舞伎界のプリンス尾上松也主演。バカがつくほど正直な男だな。